はい、こんにちは。美容整体サロン天衣無縫の谷内です。本日はですね、質問にお答えするというか、こういう質問が、お客様から出たので、答えさせていただきます。というのはですね、顔の筋肉の凝り、たるみ、むくみの原因ですよと。で、顔の筋肉が凝ってるのは、首、肩も凝ってるんですよという話なんですけど、じゃあ、首の凝り、ですね、首の凝りを取るにはどうしたらいいんですかという、自宅で何かできることありますかっていう質問をいただきましたので、それにお答えしたいと思います。確かにですね、顔のマッサージいくら頑張ってもですね、首が凝ってたら、むくみ抜けていきません。もちろんそうですね。だって顔の循環が良くなっても、首が凝ってたら、流れるものも流れませんから、首をほぐすのは大切ですということで、その方法をお伝えします。これですね、はい、首こりに効くストレッチということで紹介させていただきます。でですね、ストレッチっていうとですね、ちょっとこういう感じをイメージされるかもしれませんけども、ちょっとここでやるのは違いますよと、その方法をお伝えさせていただきます。首こりを取る方法なんですけど、まずはですね、ご自身で首の動きちょっと確認してみてください。どこが突っ張るかなとか、どこまで向けるかなという可動域ですね、これを見といていただいて、でそれからいきます。はい、方法はですね、まず横向きます。はい、横向いてください。でそうするとですね、ここに三角形ができます。ここの筋肉の筋と、この鎖骨と、この後ろの筋肉ですね、見えますでしょうか。こうしましょうか。このラインですね、ここに三角形ができますですね。厳密に言うと、これは胸鎖乳突筋という筋肉ですね。でこれが鎖骨ですね。これが、首の後ろ側の筋肉ですね。ここに三角形ができます。でこの三角形のこの真ん中の部分にですね、いつも通りこの指3本の腹をこのように当てます。でこのように当ててですね、ちょっとこう左右に探ってください。そうするとですね、こう突っ張ったようなコリコリがあると思います。その突っ張ったようなコリコリをここですね、こう横向いたここで見つけていただいて、そこをぐーっとちょっとこう圧迫してですね、10秒20秒ほど伸ばしてあげてください。ちょっとやってみます。まず横向きます。ここに三角形ができます。その真ん中にこの指3本を当てます。でぐーっとちょっと探って押し込んであげます。そうしたらこう伸びる感じというか、ビーンとくるというか、なんですかね、ちょっと痛いかもしれませんけども、こう伸びる感覚があります。でこれでちょっとしばらく待ちます。今ぐーっと圧迫したまま押さえてます。はい、結構です。そしたらですね、反対側行ってみます。反対も一緒ですね。横を向いて、ここに三角形ができます。三角形見えてますでしょうか。ここですね、三角形の真ん中の部分にこの指3本の腹を当てて、ちょっと探して突っ張っているところを伸ばすように押し込みます。はい、でこれで10秒から20秒ずっと押して伸ばしてあげてください。今ぐーっと伸びてる感じですね。反対側のこっちの腕はダラーンとしておいてください。こうぐーっと伸びてる感じというか、こうビーンとくるというか、痛い感じがあると思います。ちょっと人によっては指先の方までピリピリくるかもしれません。はい、 OK です。これでですね、ストレッチできました。これですね、もう一回首の動き一緒に確認してみましょう。もうこれだけでもさっきよりも回しやすい、ちょっと軽くなっている方もおられると思います。どうでしょうか。この動き、この部分の突っ張りが少し取れて動きやすくなっていると思います。これがですね、首こりを首こりに効くストレッチですね。この首の
この部分をほぐしてますと。でこれですね、まあ、ちょっと硬い人は1回ではですね、そこまで差は分からないかもしれないですけども、ちょっと何回もやってみてください。こうですね。で、その後にですね、これで首がほぐれました。その後に、顔のマッサージですね。こうなり、こうなり、こうなり。どんどん動かしてあげてください。そうするとですね、顔のむくみがですね、首を流れやすく、出ていきやすいですから、よりスッキリしやすいと思います。はい。今日はですね、顔のマッサージ、ストレッチの前に、首の凝りをどうに効くもの何かないですかと、何か方法ないですかというのにお答えさせていただきました。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。それでは失礼します。